パウロ・フレーレ。パウロ・フレーレは、ブラジルの教育者、哲学者。ブラジル北東部のペルナンブーコ州に生まれる。大学では法律を学び、卒業後弁護士になるが、最初の一件で引退。ブラジル北東部の町、レシフェ市で、貧しい農村の非しきの農夫たちに、自分たちの境遇を考え、自分の暮らし、生活を変えていく力としての言葉の読み書きを、 教えるという斬新な敷地教育を始めて大成功を収める。これが大資本家たちの起源を損ね、1964年のクーデターで軍事政府により国外追放になる。その後はアメリカを経てヨーロッパに渡り各地の大学で講義、ユネスコの敷地教育にも携わる。ブラジルに民主政府の成立後、帰国しサンパウロ市教育長などを務め、 スラムの識字教育を推進した。彼の教育実践からエンパワーメントという言葉が生まれた。20世紀を代表する教育思想家としてイヴァン・イリーチと双璧を成すと言われることもある。フレーレの研究はプラトンを起源とする古典的な流れだけでなく、マルクス主義や反植民地主義的な思想家の流れにおける教育哲学に対して大きな貢献を果たした。事実。 彼の著作である、非抑圧者の教育学は、フランツ・ファノンの、地に呪われたるものの延長線上にあるもの、あるいはそれに対する反応として読まれるべきなのかも、しれない。なぜなら、ファノンは、その著作の中で、すべての原住民に対して、古典的なものではない新しく、近代的な教育、そして単なる植民者側の文化の伝達ではない反、植民地主義的な教育、 を提供するべきであると主張しているからである。パウロ・フレーレ1963フレーレは、彼曰く銀行型教育への取り組みで知られており、その言葉で教師によって知識の蓄積をされていく空の講座としての生徒像を比喩した。もちろん、これはそれほど新しい考え方であるわけではない。ジャン・ジャック・ルソーが提唱した、能動的な学習者としての子供という概念は、 基本的に銀行型教育の概念と同じものであるタブララサとは道をことにしている。またジョン・デューイーやアルフレッド・ノース・ホワイト・ヘッドのような思想家はただの事実の伝達が教育の目標であるという考え方を批判していた。フレーレの研究は批判教育学の基礎となっている。他にもフレーレは教師と生徒の二分法に対して強い嫌悪感を示した。 ルソーによって認められた、この二分法は、留意によって継承されている。しかし、フレーレにとっては、それは、絶対に改められるべき考え方であった。親子関係においてもそれなりの教師・生徒関係が、存在するわけで、教師と生徒の二分法を完全に改めるという、状態は想像し難いが、フレーレは、教師のような生徒、生徒のような教師、という概念を提示し、 教室参加における基本的な役割として学ぶ教師と教える学習者というものを打ち出した。フレーレの試みはただの民主主義的な教育を目指すというわけではなく教育的な方法として民主政治を実行するという数少ない試みの一つであった。民主政治というものと向き合い続けてきたデューイでさえ自らの方法論に民主政治的な実践を完全に組み入れることは なかったただし、こういった教室の形態に対して、それは、教師の権威を克服するのではなく隠蔽するに、過ぎないのだという批判もなされている。非抑圧者の教育学は、教育者、パウロ・フレーレの代表的な著作。1968年にポルトガル語で出版された。あと、1970年に英語に翻訳された。フレーレは、この著作の中で、 教育制度における公正と平等の問題を追求し、新たな教育学を提唱した。抑圧者、非抑圧者と共にある者たち、そして非抑圧者の側で戦う者たちのために、フレーレは、詳細なマルクス主義的な階級分析を用いて、植民地支配者と非支配者の関係を吟味した。ブラジル人の識字学習の支援を行った経験を元に書かれたこともあり、 非抑圧者の教育学は発達途上国で広く読まれている。世界中で75万冊出版され、批判教育学の礎を築いた。非抑圧者の教育学は複数の言語に翻訳されているが、そのほとんどの版においても、橋書き、序文に加え、4つの章で構成されている。第一章において、抑圧がどのようにして正当化されるかについて吟味し、 それが、抑圧者と非抑圧者の相互的な過程を通じて、克服されていく道を描写した。植民地の支配者と非支配者の間の権力関係が、どのようにして相対的な均衡を保っているのかを分析し、フレーレは、社会の中で権力を奪われた状態にあると、自由を恐れるようになる可能性があることを認めた。フレーレは、自由は贈り物のように差し出されるものではなく、 勝利によって獲得される。それは常に、そして敏感に追求され続けなければならない。それは人間の外に存在する理想などではなく、神話の世界の観念的なものでもない。自由とは人間が完成を目指して行う、冒険のために欠かすことのできない条件であると述べている。フレーレによれば、自由は知識を伴った行動である、実践の所産であり、 それを獲得するためには理論と行動のどちらも欠けてはならないのである。第2章では銀行型教育の分析を行った。銀行型教育とは教師は空の銀行講座のような生徒にまるで預金を繰り返していくように知識の伝達を行う教育形態を例えている。フレーレはこの銀行型教育に否定的であった。なぜならばこの教育を通じて 生徒も教師も共に非人間化されてしまう上に社会における抑圧的な態度や行動が助長されてしまうからである。代わりにフレーレは教育に世界を調停していくような役割を見出し人間を不完全な存在と考える相互作用的な教育を支持した。フレーレによればこの真の教育では人々が己の不完全性に気づき より完全な人間となることに励むことが求められる。教育を個人や社会の意識的な形成のための手段として用いる。試みは意識化と呼ばれる。この言葉は、非抑圧者の教育学の中で、フレーレが初めて用いた用語である。第三章では、自由の実践としての教育の本質である、対話に脚光が当てられる。 言葉は政策と行動の徹底的な相互作用を必要とするものであり、真の言葉は変革的なものである、とフレーレは主張している。対話のために相互的な愛、剣、信頼が必要となってくるが、それは理解を育むためだけではなく、世界を変革するためでもある。フレーレによれば、 真の教育とは、教師と生徒の間の対話を必要とし、より大きな世界の状況を通じて行われねばならない。フレーレは、限界状況によって、植民地支配者と被支配者の両者が関係するすべての人間を非人間化するようになり、対話の能力を奪ってしまう結果、変革の可能性の目が積まれてしまうことを危惧している。第四章では、植民地の被支配者のための道具としての、 対話的行動理論について述べている。人間を解放するために社会に存在する問題を解決するためには、共同、団結、組織、文化統合が必要とされている。これは、征服、分割統治、大衆操作、文化侵略を用いる反対話的行動理論とは対照的である。意識化とは、社会的、政治的な矛盾を認識し、 暴露することに焦点を当てた学習形態を意味する。意識化はそのような学習の一環として個人の生活に存在する抑圧的な部分と向き合うことも含んでいる。意識化という言葉はポルトガル語のコンシャスジアオの翻訳語であり、コンシャスネスレージングとも訳されている。抑圧者の教育学の中で教育者、活動家、 そして理論家であったパウロ・フレーレが用いた言葉、式辞が選挙のために必要不可欠であり、侵略者が南米の多くの国を支配していた時代に、フレーレはブラジルの貧民の読み書き学習を支援していた。意識化はフレーレ自身が学習者の日々の生活の中で感情的な影響力を持っている映像的記号と考えている生成テーマの探求を通じて行われる。 ここでは、個人の意識は、社会的に剥奪された者たちが、究極の貧困状況の中で、支配者によって生み出され、広められた否定的な自己像を内面化してしまう、沈黙の文化の終焉のために必要なものである。意識化の大きな目標の一つは、こういった沈黙の文化から生じてしまう権力的な暴力、身内いじめの模倣から学習者を解放することである。意識化は、 フレーレにとっての大衆教育における重要な考え方である。銀行型教育はフレーレが教育における一般的な形態を批判するために用いた用語。フレーレは既存の教師生徒関係の特徴として語りかけるという行為を挙げた。これはフレーレにとって重要な行為であり、相互発信的な対話とは異なり、教師による一方通行の行為である。教師は 生徒の日常の生活経験とは無縁の話題で、忍耐強く、耳を傾ける客体と化してしまう生徒を満たしていく。このような教育では、教師はできるだけ多くの知識で生徒を満たせば良い教師、生徒はできるだけ多くの知識を暗記すれば良い生徒、とみなされる。この状況を、フレイレは、銀行に例えた。つまり、生徒が金庫で教師が預金者なのである。 銀行型教育概念にあっては、知識は自分を物知りと考える人々が何も知っていないと彼らが考える人々に授ける贈り物である。他者を絶対的無知としてみなすのは抑圧イデオロギーの特徴であるが、探求の過程としての教育と知識はそれによって否定される。このように銀行型教育では、知識は教師によって独占されるものとして扱われるわけだが、 これに対して、フレーレが理想とする教育では、生徒により能動的な役割を与え、より共同的な学習形態を確立することであった。そこでは、教師が一方的な語りかけであるコミュニケではなく、教師と生徒の間のコミュニケーションが求められる。フレーレは、このような教育を、問題提起型学習と呼んだ。批判教育学とは、 生徒が支配に対して疑問を抱き、それと向き合っていくように働きかける教育的手法。生徒の批判的意識を高揚させるための理論や実践ということもできる。批判教育学者のアイラショアは、その著書、エンパワーリングエデュケーションの中で次のように定義した。表面的な意味、第一印象、支配的な神話、公式見解。 伝統的な決まり文句、標準的な知識、ただの意見にとどまらず、深い意味、根にある、原因、社会状況、イデオロギー、あらゆる行動、事件、目標、過程、組織化、経験、文章、主題、更新、マスメディア、言説がもたらす、個人的な結果を考え、読み、書き、そして話すという習慣批判教育学において、教師たちによって、生徒は、 自らが抑圧と感じるようなイデオロギーや実践に対して疑問を持つように促され実際の生活状況に対する開放的にかつ個人的集団的な反応を求められる。まず生徒は自ら学んでいる集団やプロセスの一員として始める。生徒が発見の域に達すると現在の社会を問題あるものとみなすようになり知識を共有し、 社会の抑圧的な性質を変革しようとする、試みを行うことが求められるようになる。抑圧者の教育学 P67 ありがとうございます。